くだいくは、将棋の用具の一つ、取った駒を置く台詳細は、持ち駒を、参照将棋の取った駒を使えるルールから持ち駒も、立派な、情報であり、持ち駒を、くだに置き、公開しなければならない。くだは二つで一組とし、将棋盤の右側に置くのが普通である。くだの材質は、将棋盤と同じものは好ましくなく、盤より少し暗い色のものが良い。 材質は、木が美しい名木が使用されたものが高価である。駒箱も駒台と同じ材を使用する場合もある。駒台の高さは、番より少し低いものを使うのが一般的である。駒台の天面のサイズは、十数枚程度の駒を乗せられるようなものが一般的である。将棋の持ち駒の枚数は、理論上は38枚まであり得るが、プロの実践で。 持ち駒が20枚以上になるようなことはほとんどない。厚い盤には足がつくものがほとんどで1本または4本足がある。また、卓上で使う足のない盤にはそれに見合ったものを使う。が、砕台に乗っているデを持ち駒として持っているという意味になる。砕台の仕様は割と新しく江戸時代には存在せず明治の末期頃に発明された。 九代の発明以前の時代には、対局の際には駒箱や返しを万足に置き、それを駒置きにしていたという。十三世名人、関根金次郎は、九代の発明者に関する随筆を表している。九代の発案者の飯塚力蔵は、品川で貸し座敷を営んでいた愛機家で、関根と共に、京橋に帝国将棋書を作り、そのスポンサーとなったという。 京橋の新富町に小松将棋所というのがあった。ここの主人は小松参考と言い,い、将棋は四段であったが、ある日私が訪ねて行くとちゃうどいいところへ来た。品川に川島郎という貸し座敷があるが、その飯塚という主人が将棋が好きで、そこへ行くと飲ましてくれるし、また褒美にありつけるかもしれぬ。もし暇だつったら行ってみたらよかろう。というところで、 現在使われているような将棋の砕を発明したのは実はこの飯塚さんであった。飯塚さんが砕を発案するまでは、講談者は半紙を4つに折りつてその上に駒を置いていたものなのである。ところが最初飯塚さんはお雛様にいろんなお供え物をするあの食材からヒントを得てそういうものがあったならば手で取るのにも便利だし目で見るのにもはつきりするというところから 工夫に工夫を凝らして、現在をられているような形式にまで発展させ、完成させたのであった。ダンキロッ六ン、日本の名水筆別館八将棋。ありがとうございます。